お疲れ様です。残価設定ローンね、私もね、軽自動車を買った時に残価設定ローンをちょっと試してみたことがあるんですよ。というのが、軽自動車のワゴン R 新車でね、毎月6000円の支払いで買えるって言うんですよ。まあ6000円っていうとね、負担とも思えないような金額で、保険入ったりガソリン代入れても軽自動車ですからね。なんかこれ買ったかどうか分かんないような支払いで新車がもらえるんだったらいいなと思ったんですよね。まあ結果的にはその残価設定毎月6000円は2万5000円に勝手に増額して、もう短期支払い完成して、もうそっととね支払い終わっちゃったんですけどね。だからトータルでは支払いは高くなったんですけども、負担感は全然なかったですね。まあもともとその軽自動車の、まあ、最近高くなったとはいえ軽自動車の金額ですからね、今更その残価設定だろうが分割ローンだろうが一括だろうがそんなにね苦しいなと思えるような金額じゃなかったんで、まあどっちでもいいって言えばどっちでもよかったんですけども、ただその残価設定ローンっていうのは支払いが一応終わって、で選択する時期が来るんですよね。その残りの金額を払って自分のものにするか、なんかそこまでの支払いで車をお返しして終わりにするかとかね、それから次の車を買うことにして残った金額を充当してみたいなね、さらに残価設定をこう続けるかみたいな、なんかリボ払いに近いものがあるかなと思ったんですけども、でもやっぱりね、あのリボ払いにしても残価設定にしてもその支払いがまあ一番コスパがいいって思えるタイミングはあるはずなんですよ。そうじゃない人が使うとアンバランスになっちゃいますけどね。でまあ速稼塾のあの支払いですけどもね、頭の金制度とか、まああの稼いだら払うっていう形を取る人ってのはまず稼がないですね。それよりも稼ごうが稼ぐまいと必ず払いますっていう風にコンスタントに払っていった方が、この稼がなきゃいけない動機をその人の中にプレゼントすることができるんで、結局早く稼げるようになるんですよね。だからあの私の希望としてはね、商品買ってもらってその商品代金いただくっていうのは、まあ、どっちかっていうと優先順位低いんですよね。どっちかっていうとあの塾生さんがね、速稼塾に入って稼げるようになって、その稼ぎが毎月3000円でも5000円でもいいと、でそのうちの1000円とか2000円でも払ってくれれば、まあ稼ぐ力はつくんだろうなと思いますよね。でも全然稼げてないのに、分割払いをお願いしたから毎月払うみたいなことすると、その人はなんかずっとマイナスになっちゃうじゃないですか。だからね、だから一発で毎月3万とかっていうのもあるんで、そういうのも紹介してるんですけどもね。だから結局その稼がなきゃいけない動機をその人の中にいくつ見つけてあげれるのかっていうことと、いくつ植え付けてあげれるのかっていうことと、それに対してね、モチベーションをどのように起こさせてあげるかっていうのが、まあこの精神力のコンテンツってことになるのかなと思いますね。精神はやっぱり養っていかないといけないですからね。何も変わらないんだったらそれはね、わざわざお金だけ払うって選択をする人は珍しいと思うんでね、稼ぐ動機にはならないかなと思います。まあ愛の無知と言いますか、結局払わなきゃやばいっていうふうに思う気持ちが稼がなきゃやばいにつながると思いますんでね。まあ電気代来月から上がるみたいですけどもね、プラスで余計にね数千円とかはこれによって確実に取られますから、じゃあその分ぐらいは稼いでいこうよってことですよ。毎月3000円とか5000円のね支払いプラスアルファだったら、それこそ私の得意なセルフバックで全部解決です。いってらっしゃい。